フィンアイズダイビングスクール小田原です。潜る前にはバディ同士でお互いの機材をチェックします。ちゃんとバックルとかベルトはついてるかな。レギュレーターオクトパス、まあ、呼吸するやつですね。ちゃんと空気出るかな。浮くために、BC ジャケットと言いますが、これちゃんと空気入るかな。そういうのをお互いに確認します。はい、硬くていいんですよ。最初軽かったですか。あ、じゃあなんか砂かなんか噛んでるかもしれないですね。そしたら後で洗うときによくくるくる回して洗いましょう。そんな感じでチェックします。